はいどうもこんにちは、コスケでーす。すいません、前回ね、ちょっと BGM というかこのゲーム音量がでかすぎてちょっと俺の声が、ね、全然聞こえんっていう、謎なことやってしまったんですけど、まあね、今回も早速物語続きからやっていきましょう。で、今回はちょっとね、外に行って冒険するんだけど、その前にこいつらにね、しっかり水をあげて、あれ？これってさ、もう水あげてましたわ。出荷箱は10ゴールド。少ないね。まあまあ、今のうちにこういうのしっかり拾っておいて。で、ペットをね、仲間にしたいんだけど、ペットを仲間にするためには、確かね、このオーダーで開発、この開発でね、なんか、その、ペット小屋を建てる的なやつをやらんといけんわけよ。そう、だから、ちょっと今回はね、まあ普通に一旦、旅に出てみようかっていうね。一応ね、外こんな感じで、あ、すごい、おお、なんか迷路みたいになっとんな。あ、おっと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 、これモコモコってやつなんだけど、これまあモンスター倒したらまあ経験値とか入ってレベルとか上がったりするんだけど、このモコモコってやつを仲間にしたら、自分の牧場で、ね、羊毛を出してくれるんよ。綿だね、綿。めっちゃスキル上がるな、なんか。で、この綿もなんかね、その綿の鮮度、質が上がれば、その分だけ売った時のお金がめちゃめちゃ高いと。で、このね、鉱物、鉱石とかはこれね、ハンマーで叩いたらなんかね、石とか鉄とかが出てきて、それを元に武器作ったりいろいろするんだけど、でも今はね、できないの。この先よく見る森、推定レベル2、非出現モンスター確認とかできるんだ。オーク、アーザ、ビートル。へえ、で、あと、掘れるアイテムを確認。アメジスト。多分ね、このアメジスト、ちょ、一回入ってみよう。ここは、なんだか不思議な雰囲気の森だ。な、蝶々おるよ。すげえ、蝶々がいっぱいおる。ごめん、今さなんかピロリロリロンみたいな音入ったかもしれん。モンスターだ。ほえい。オーク、どんなもんなんだろう、強さ。あ、弱っ。おお、盾ゲットした、盾。これは装備しよう、装備。あ、腕についたね。うわ、オークアーチャーだから弓の人ね。よし、え、めっちゃやばい。あ、回復のポットがいっぱい入ってた。同じアイテムなら積みやすいし、一つ一つしまうよりもこうなんかやばいんだけど、あ、お前か、こい、お前か。よし、倒した。この木箱にもいろいろ物が入っとったりする。あ、いいね、回復ポーション。で、これでちょっとめんどくさいな、疲れたなと思ったら、これ、エスケープっていう技で入り口まで戻ってこれるよって。あ、ほら、この今のモコモコの綿、この綿が、売ったら6円なんだけど、その、湿度、鮮度が上がってくると、もう数千円になるんよ、これ。だから、まあ、今はね、ちょっと一旦ちょっとぐるぐる周り見てみて、あ、なんか気がすごい。こっちは何があるんだろう。うわ、めっちゃ薬草生えとる。これね、今薬草をこうやってあげても、ほら、回復するだけなんだよね。だから、モンスターハウス作らんと、ダメでーすってことやね。こっちは行き止まりなんだ。じゃ、ちょっと雑貨屋さん行ってみたいんだけど、これ雑貨屋さんどこだ？あ、そこ武器屋。左が武器屋で、ここだ。ここ。真心雑貨。平日9時から。今も11時だから大丈夫。親どうしたんだね、この町に住むことになったので改めて挨拶をと。よろしく。雑貨屋。はい。はあ、ところでってやつある。これね、ところでってやつやったら、その、なんかね、お話できるんよ。雑貨をください。株の種。株の種、あれ、斧とかは売ってないんかな。ほらほら、ここでところでって押したら、ん？あれ？ところでってやってやめたら、ほら、つって、好きです。こんな年になって告白されるなんて、みたいな、なんかそういう話。で、こうやってね、住人一人一人に、こう話していったら、なんかね、この好感度みたいなのが上がっていって、それが上がれば、やっぱみんなからね、何？仕方ない。王子って呼ばせてあげよう。で、なんかね、あ、間違えた。今で戻ってこれる。で、このね、どれだ？これだ。
これだ。ほら、仲間の仲良しだっていうのがあって、10になった異性と結婚できるんよ、確か。そういうこと。モンスターっていうのは、これはね、自分のペットになったやつ。ってことはさ、あれ、斧売ってるのってさ、武器屋かな？ここか、ここ。武器屋。こいつ、適当に買い物しいよ、バード。あー。売ってないね。売ってないね。一応これ、防御系は売っとるけど、今自分は200円持ってるけど、やっぱこの200円は大事にしていきたいから。でね、いずれね、こう釣りとかできたりとかで、俺の推しキールにはもうお会いになられましたか？私の弟なのですが、いいえ、金髪の金色のちょっと女の子っぽい男。へえ、あの子はネイティブドラゴンセルザイトさんの種族研究。なるほどね。幽霊が苦手で甘いものが好き。なるほどね。じゃあこの子の交換であげるとき甘いものあげようと。ナンシーは、エッチじゃん。そっか、まだ名乗ってなかったっけ、はい、っつって硬くなっちゃってって、はい、なんか、ね、何が硬くなった、はい、おばさんじゃねえんだよな。じゃいろいろね、あね、これね、このペットね、このね、鳥とかモテるからね。で、あ、こキールだ、キール。いや、かわいいな。あ、コスケくんだ。街で噂になってるよ。空から引っ越してきた人。そっか、コスケくん、記憶喪失だからって。僕、他のみんなより、ちょっとだけ詳しいんだ。なんか声がさ、めちゃめちゃさ、めちゃめちゃ下野さん、だった、うん、ね、何が聞きたいことない？なんて呼んだらいいかな。僕、キールです。はい、よろしく、キール。ちょっと待って、この、あ、これ、お、新キャラ、何これ、ドジっ子みたいな。あ、ダグ、うわ、懐かしい。何ですか？いや、それよりもだ。そんなかしこまんなよ。な、うん、よし、どうだダグ、あ、覚えてんだよな。そうだ、俺はブロッサムっつーバーさん。ブロッサムさんってさ、スリーの時にもおらんかったっけ。じゃあな。で、ここが温泉で、ちょっとしっかり地図見よう。おい、ねえ、これ温泉さ、女湯入れる。いらっしゃいませ。リンファ、あ、この人もエッチな人や。人妻のはずだよ、この人。いやー、こいつね、ほら、あ、こいつはムービーないんか。なんかこの草むら、あ、切り揃えてあるよみたいな。いい、ちょっといろいろとね、見て回りたいんだよね。今回はちょっとマップ見て回る回で終わるかもしれんわ。こんにちは。あ、さっきのうん、クローリカと、バイバイ、うん、クローリカと、さっきのね、ジェラシー。私はポコリルトゥレビビアジュ。こんなんおったの、そういえば。私はポコリルトゥレビビアジュ。いい声だな。いらっしゃいませ。あ、こいつもね、結婚できる女の子の一人。めちゃめちゃ可愛いからね。なんかパンツつけてね。こいつこそシャルロッテって名前だから、こいつ。ねえねえ、そうそう、マーガレットね。ありがとう。どうかな、コスケくんって呼ぶのは失礼かな。私のことはマーガレットね。はい、マーガレット、ありがとう。あ、あー、元王子。はい。ここ、はい、へえ、ポコリーヌさんが部屋貸してくれた。いいやつかよ。すごいですね。いいやつかよ。めちゃめちゃ鼻詰まるんだけど。ん？作物には気候やいろいろな条件で豊作と凶作。へえ。うわ、どうでしょう。そんなものいらねえんだよ。そうですか。俺はな、もうそんなんなしだの。こう、農家の勘で生きていくから。さあ、ここにも女の子か。あ、これはあれか。なんかトイハーブとか取れたんだけど。毒消しそう、なんか置いてあるんだけど。これシャオパイ。お尻便利になるから。かわいい。シャオパイね。名前を聞きしたい。君とは初対面じゃないが。そっか、まあ、いつものことだ。気にするな。釘宮感すごいな。
誰もいというわけで、うん。いやいや、名前言わんのかい。まあ、紹介さんね、今の。これさ、あれもしかしてさ、これ歩くだけでもさ、なんか、このスキル溜まっていく感じない？ちょ、見せて。え？どれ？これ？これか？これだ。どれだ？これか。違う。歩行スキル。歩くたびに。マジか。歩き続ければいいんだ、このゲーム。てか、これさ、ハンマーとかさ、キーとかないけど、これ、どうするんだろうね、これは。ちょっと今のうちに、ちょっと、耕せるだけ耕しとこうか。その、自分が使うであろう場所を。で、見て、左上にさ、書いてあるね、MP みたいなやつが、なくなったら、自分がどんどんダメージ食らうね。だからそうなる前に、とりあえずだから朝のうちに、序盤の方はね、自分ってスタミナめちゃめちゃ少ないから、朝のうちにこうやること済ませた後に、まあ外に冒険行ってくるみたいな。で、ちょっと待って、まだね、喋ってない人がね、おるはずなんだよ。こんにちは。だ？もうおらんか？まあもうおらんってことにしておこう。うん、もうおらんってことにして、ちょっとさっきのさ、さっき行っとったところのトンネル、もうちょっとだけ奥まで行ってみようか。まあ、死なん程度にね。で、レベリングというか、小屋もちょっとね、早めに建てて、ペット仲間にしたい。ペットじゃねえな。魔物を仲間にしていきたいっていうのがあるんよ。で、しっかりここでね、セーブしておこう。で、一応この、俺ね、どうしようかなって思って、もう一個データ作って、そっちはもう動画撮らんときでもうガチガチに、進めていくようにしたいなって思ったんだけど、まあぶっちゃけさ、この勝手にさ、バトルとか物語さえ進めんければ、まあ動画外で何しとっても、まあ、問題なくねみたいな。え、何これ、細い棒切れ。この棒切れはちょっと、あ、これか、見て、これがね、モンスターが湧くん、これはモンスターが湧き続けるところなんよ。ほら、ワープゾーンがある限りモンスターが永遠に湧き続けるんよ。なんかめちゃめちゃいっぱいなんかアーチャーおらん？おらおら。このね、うわー、やばいよ。できるだけ当たりたくないんだわ。よし、片手剣ステップ。ステップ中に攻撃すると遠くへつく。ちょっと待って。あ、待って、ミスったんだけど。ね、ミスったんだけど。ちょっと、エスケープちょっとさ、これ、ちょ、外しとこう。危ねえ。え、いや、もう外せんやん。外せんやん。え、ステップって何？え、ステップって何？あ、これ、え、すげえ。R1 か、 R1 だね。 R1 でこうステップできて、ステップ中に攻撃をするとこ、いやステップめちゃめちゃむずいんだけど。あ、こういうことね。このシュシュンってやつか。このシュンシュンって、これがシュンシュンって、これがステップ切りか。これ遠距離攻撃のやつをとりあえず先に倒すっていうね。で、その後にこのワープゾーン。ほら、これレベリングに使えるんだよね。で、これザン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 。あ、え？モンスターを倒したら先に住めるようになったみたい。いや、え？おぉ、消えた。ほら、あそこにも魚がめっちゃおる。いつか早く釣り行きたいね。また蝶々だ。で、HP とかが減ってきたら、この、こう薬草とかを、待って。ちょっと待てよ。やばい。ちょっと待て。これ敵強すぎん？ちょっと待って。まじ、ちょっと一回倒そう。でも、こいつらは倒さんといけん気がするんよ。ほら、いや。え、さっき、あ、これ。なにこれ。あ、これもね、売ったりできるんよ。これマジ超やばいな。ちょっとやばいよ。あ、この木材っていうのもね、まあ後から大量に必要になってくるんだけど、これ土地ごとに畑があって、そのエリアにそこをね、いっぱい行ったり来たりすれば畑作れるんよ。よし、で、紫のこれもちょっと食べてしまおう。いいね。あ、ブーツこれ装備しよう。いや、これでね、こいつらの攻撃ちょっと、で、これステップとかしっかり入れていって、こうシャンシャンシャンって、いいね。あ、やった、レベル上がった。あ、めちゃめちゃ硬くなってない？
さっき7くらっとったに2しかくらわんくなったぞ。よし、ということです。おーっと、これこういうのしっかりしっかりと取っていきたい。で、こいつらもしっかりと倒していくと。で、うわーいいね、株の種。ちょっとこれ一回後で帰るとき株の種植えたいね。お、あ、このね、このカブトムシね、仲間にしたらめちゃめちゃ強いはずなんよ、確か。だから毎日なんかね、角かなんか羽かなんか落としてくれるんね。ん？あ、ここの奥確かボス戦なんだけど、あの、ちょ、ボスはね、ちょっとまだ無理だと思うから、何かあるのかな？日記つけられるみたい。いや、一旦じゃあ日記つけるだけつけていってみよっか。今は16時だから、夕方の4時ってことやんね。いや、いけるかな？でも推定レベルが2でいけるってなってるっけ？俺3だから。すごい蝶の数。これで生きりゃいいんだけどね。え、気持ち悪い。何かのさなぎ？動いた。え、こ。え？え？お、何？うわー、浮かしたやん。え？いや、人間じゃん。なんか。ちょ待って。え？え？ちょ、待って。え、嘘でしょ？やばいわ。もっとレベル上げるわ。え、普通にサクッて殺されたやん。え、いや、これはね、レベリング必須ですわ。じゃあちょっと、まあ、レベリングは動画外でしてくるとして、さっき拾ったアイテム、一回売るところまで行ってみよっか。あ、こういうね、ルーンフラワー。なにこれ。あ、切ったらルーンになったんかな。で、こういうね、アイテム、いらんアイテムとかを、こうやって、あ、ちょっと待って、枝はね、ダメ、枝はいる。細い棒切れとか、なんかその、使わんくねみたいなアイテム。毒消しそうとかね。まあ、一応その回復できるアイテムは取っといてもいいんだけど、ほら、このパンとかさ、すごいよ。140円で売れるからね。人からもらったパンを売る男だから。もうクズですよ、これ。で、だからこうやって敵を倒して素材を、ほら、それもう見て。235円なん。だから出荷履歴とか見ると、この、ん？ってね。え？なんやねん。あ、もうそっか、そういうことか。まだ中に入っとるだけだからってことね。で、まあこうやってさっき取ったふわふわの毛とか、こういうね、さっき取ったこの鉱物の殻だとか、こういうね、なんかトイハーブやら、こういうのをいっぱい入れておくと、ほら、明日332円。で、まあ今日はね、もう寝ることないし、寝てもいいな。一旦寝よっか。で、ん？そうそうそう。てか待ってくれんけど、依頼箱の中さ、ちょっと一旦見てきていい？なんか依頼箱毎日見た方がいいみたいな。あ、今日はここまでにし、あ、ところで依頼を見せて。家具の扱い。あ、依頼はまた明日。あ、どうだ、1日に1個をとりあえずクリアできるかなみたいな。うん、つうことで、じゃあ今日はね、バトル会ということで、一旦やめますわ。お疲れ様でした。